さんいや土に還るっていいっっすねやっぱぶっ飛んでる人やっぱっちゃいますね。土に帰るって深すぎてやばいっすねで。今回は高橋がなりでいきましょう。高橋がなり。まあ、今年ね僕が一つ、まあ、人に会うっていうところであんまり会わないんですけど、まあ、年賞100億作ったねがなりさんに差しでね会った話を聞いてきましたよ。 まあ結構ね、思い出ですね、今年の振り返ってみると。で、まあ、高橋がなりさんの YouTube チャンネル、人生相談室でも、まあ言ってますし、まあいろいろとまあ話して聞いて、まあ感じたことがあるんですけど、まあ、がなりさんって、まあその、本名じゃないんですよね。原事名なんですけど、その、がなりを演じないと、まあビジネスができないみたいな話をしてるんですよ。うん。本当のがなりは弱いし、 本当のガナリは、うん、なんだあれだと。でも、ガナリを演じしすぎて、どっちが本物なのかわかんないみたいなね。ですげえこう,いう気持ちわかって、僕自身も、本当の吉谷拓郎っていう人間は、うーん、なんだろうな。何も喋んないし、無口だし、何もつまんないですよ。いや、本当に何も喋んないし、無口だし、つまらない男です。何も喋んないんで。もう、すわ。 うん、まあ、あの、人とのコミュニケーションも全然できないし。だけど、それだとビジネスできないじゃないですか。何も喋らず商品売るとかね。極限ですよね。無理っすよね。商品紹介ゼロ。商品の名前ゼロ。言わな、まあ,あの、わかんないみたいなね。無理っすよね。まあ、僕はコピーライティング書けるので、まあ、コピーで、やればまあ、売れないことはないんですけど、今のやり方は無理ですよね。動画で撮ってこう。 やっていくってていいいくう喋らないで、うん、だから僕はその自分を売っていくっていうことを決めたんで今までは人をプロデュースして人の商品をお売ってたわけですよただ自分が表に出て自分が売っていくってなった場合自分を売り込んでいかないといけないんで自分を売り込んでいく上で一番その、うん、いいツールとしては動画だったしじゃあそれで伝えるためには自分を売り込む自分を演じる 新しいもう一人の自分を演じるっていうことをしないとダメだなっていうところで、まあ、僕自身もね、はあ、動画の前でなんか喋って喋って喋って,喋って、えー、演じてきましたよでその結果あ、まあ、僕の場合はあ、まあ、素,素の僕を見る人はいないので分かんないと思いますけど、まあ、結果的にやっぱり演じてるっていうとこですね 僕はそのどっちが本当の自分かっていうとこまでは言ってないですね。うん、だやっぱ役なんかその桜井翔一さんのそのな話がすごくふって僕はあの共感できたところはやっぱその戦場その戦う場所では多分戦う桜井翔一なんでしょうね、うん、その20年間無敗の桜井翔一をしなければ勝てないんでしょう。 ただし、ひとたび、プライベートに戻ったときは、本当の自分に戻るっていう、この、この、なんだろうな、切り替えっていうのが、すごくか、あの、なんか、すごく感じる部分ありましたね。うん、まあ、どっちでもいいんですけど、ただ、なんだろうな、素の自分はこうで、演じてるっていう,こう、これが僕はおすすめな方法としては、あの割り切れるんですよ。 うん、役を演じてるという、仕事で役を演じてるっていうことなんで割り切れるんですよ。ね、違う自分だし、<laughs> そもそも <laughs>。本当の自分はそこにいないっていうところで割り切れる。だから割り切れるから客観的にできるし。だから桜井翔一さんも多分一手打つときに、まあ、10キロ、10億ですか。10億の勝負で自分の感情出てたら多分勝てないですよ、多分。おそらく。 本当の自分のね、感情をその勝負に出しちゃったら、多分、一手て打てないですよ。10億円バックとかね、20億円の勝負で。<laughs> 震えますよね、もはや。だからもう、本当に、桜井翔一を演じるしかない。じゃないかなと思います。だからこそ、うん、プライベートに戻った時は、自分に戻るんじゃないかなって、土に変えるって。あ、土に変えるっていいっすね。うん。そう。まあ、テーマ、土に変えるにしましょうか。 でもね、ガナリさんの、良かったですね。あと、ガナリさんが僕、最終的にその会いに行った理由が、あのー、なんだ、1周年記念か、YouTube 開設1周年記念で、あのーいや、ライブやりますみたいな、公開ライブやりますみたいな感じで、まあ、ソフトオンデマンド、中野にあるソフトオンデマンドの,その中継室みたいなところで、まあ、何十人か入れるから来ないかっていう、なんかそういうオファーがあったんですよね、YouTube で。 で、行ったんですけど、そこで質問をしたかったんですけど、質問できなくて、一番前に座ってね、質問できなくて、なんか、僕の後ろからね、僕の後ろからまさかの、あの、<laughs> 質問ある人の回答で、こう、後ろからこう、ぐるぐる回って、僕のところに時間切れで回ってこなかったっていうね。なんで、その時に、直接ね、あの、もう聞けるから、直接行為みたいな話をしてたんで、直接行ったわけですよ、1万払ってね。 で、まあ何を質問したかっていうと、高橋がなりの人生とは何ぞやと。一言で、一言でがなりさんの人生を表すと何ですかみたいな。一言。で、この一言が出るのに2時間かかるっていうね。結構喋めちゃめちゃバーって喋ってましたね。で、2時間後ようやく最後、高橋がなり、人生とは何ぞや。一言。出てきましたね。そうやな確認かなみたいな。 まあこれはちょっと変わるかもしんないけど、もう60過ぎて今の僕は確認かなっていうね、確認っていうのが出てきたんですよね。うん、これ深かったですね。要は、まあ今までやってきたことが正しかったのか悪かったのかっていうのを、まあ客観的に見たりとかして確認していくっていう、もうなんか、年やなっていうか、なんかそんな感じで言ってましたね。うん、確認っていうね。 人生とは確認である。確認。今まで生きてきたことを確認するみたいなね。うん。だからこれをわかりやすく言うならば、思い出を遡るみたいなね。思い出に浸る。浸るではないですけども。なんかそんなニュアンスはありますよね。うん。でも、結局、その確認作業も確認できるほど何もやってなかったら人生つまんなくないですか 多分、高橋がなりさんはいろんなことに挑戦してきたんで、いろんなことやってきたし、あと、なんだあの、野菜作りですよね。国立ファームか。国立ファームで10億円吸ったっていうね。10億円マイナスになったっていうね。<laughs> 野菜作りね。とか、なんかもう、いろいろやってるわけですよ。今何も。今、YouTube もやってみっかっつってやったりとか、いろいろやってるわけですよね。だからそう、やってるから確認が面白いんじゃないかなと思いますよね。 でもこれやってる人、やってる量だったりとか、挑戦する量が少なかったら、多分確認することがないんで、つまんないですね、多分ね。<laughs> うん。まあそんな感じです。いってらっしゃい。